私立中学3年生ですが、中だるみ期に突入しています。どうすれば抜けられますか中学3年生で中だるみ期ってことは、中高一貫校ですよね。大学受験まで結構あると思うので、思い切っ,って遊びましょう。めちゃめちゃ遊んでたら、なんか途中飽きることあるし、危機感感じるんですよ。まあ僕はそうだったんですけど、めちゃくちゃ遊んでたら、なんか、あ、やんなきゃいけないな、っていうことがある。めちゃくちゃ遊んでもいいんですけど、ただ一個だけ守ってほしいことがあって、それが、あの、試験前ぐらいは頑張るっていうことですね。 試験勉強すらしなかったら、マジで、もうクズの極みなんですけど、試験勉強だけ頑張ってれば、ぶっちゃけ遊びまくってても、後でどうにでもなりますね。基本的に、なんか中学3年生、中高一貫校の人って、遊んでる人が割と多いんですよ。の割に東大受かる人も結構いたりするので、進学校によりますけどね。割と、あの、問題なかったりするんですよね。最低限、食らいついていけば後でどうにでもなる。てか、中3だったらなおさらそうで、あの、学校の授業だけついていく。欲を言えば、理系なら数学と英語。 文系なら英語はちゃんとやる。まあだから英語は絶対やりましょうっていう感じですね。